はい、今日の一品です。まずピーラーでごぼうをシャカシャカやっていきます。今日は小さいごぼうなので2本、水につけてアクを抜いていきます。はい、アクを抜いたら、ごま油でこんがりと炒めていきます。はい、ここでこんがりになってきたら、食感を出すためにまずは粒のごまを入れていきます。そしてこんがりになってきたら、お皿に移して今度はすりごまをたっぷり。そしてごまをきれいに混ぜてから、マヨネーズと醤油を少し垂らします。はい、あとは混ぜて完成です。ごぼうとすりごまのマヨサラダ、お弁当にどうぞ。